5番人気は7番スペシャルウィーク。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。注目の3番人気、3番メジロマックイーン。キラリと光るものを持っている、私一押しの馬娘ですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。6番人気、5番成田大進。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。1番ゴールドシップ、7番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。2番メジロマックイーン、4番人気です。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。4番成田大進、1番人気です。これ以上ない仕上がりですね。後方からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。6番ゴールドシップ、9番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。8番人気、8番メジロマックイーン。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。実力は引けを取りません。2番人気は9番成田大進。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。7番スペシャルウィーク、5番人気です。この一戦で頂点が決まるジェミニ杯決勝。このレース最も人気を集めているのは2冠馬娘、4番成田大進、1番人気です。実力は負けていません。2番人気、ここまで無敗、3冠馬娘、9番成田大進、注目の2冠馬娘。スペシャルウィーク7枠7番での出走、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。戻って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは3番メジロマックイーン、8番メジロマックイーン、2番メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気、4番成田大進、8番メジロマックイーン。早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は9番成田大進、3番メジロマックイーン。並びかけてきた。その後ろから2番メジロマックイーン、さらにその外からはスペシャルウィーク6番ゴールドシップ。並びかけてきた。さらに内、4番成田大進、外から外から5番成田大進、さらに内から1番ゴールドシップ、8番メジロマックイーン。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭は依然8番メジロマックイーン、4馬身リード。続きました3番メジロマックイーン、その後ろに2番メジロマックイーン。およそ5馬身開いて4番成田大進、1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。5番成田大進、外から行く。それを見るのに6番ゴールドシップ、さらに1番ゴールドシップ、スペシャルウィーク並んでくる。外から外から9番成田大進、意気揚々と先頭行きます。8番メジロマックイーン、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、順位を振り返っていきます。依然先頭は8番メジロマックイーン。第1コーナー回って第2コーナー、8番メジロマックイーンまだリードをキープしています。続いては3番メジロマックイーン、3番手に2番メジロマックイーン、2馬身3馬身開いて、スペシャルウィーク5番手1番ゴールドシップ、外には6番ゴールドシップ、少し離れて9番成田大進、4番成田大進、並びかけてきた。それを見るのに5番成田大進、先頭8番メジロマックイーン。レースはよどみなく進んでいます。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。8番メジロマックイーン、先頭は相変わらず8番メジロマックイーン。およそ5馬身開いて3番メジロマックイーン、3番手6番ゴールドシップ、スペシャルウィーク並んでくる。差がなく2番メジロマックイーン、それを見るように1番ゴールドシップ内を回ります。4番成田大進、残り 1000m を通過。5番成田大進、ここから仕掛けどころだ。依然として8番
メジロマックイーン2馬身3馬身開いて5番成田大使6番ゴールドシップ3番手少し後ろから3番メジロマックイーン1番ゴールドシップ5番手内を回ります。スペシャルウィーク第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きます。さあいよいよ決戦だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。スペシャルウィーク前を狙っていると。栄光まで400最終コーナー私の実力思い知ったか。